はい、どうもこんにちは、山本申します。毎度おおきに。本日はですね、カーボンのコロコロ VS ダイナモのコロコロトントン説。あー疲れた。はい、ということで、もう過去最速でこれ試合入ってます。なんですけど、まあ、今回カーボンのコロコロとダイナモのコロコロが対決したら、まあ、カーボンってめっちゃスピードあるじゃないですか。カーボンのコロコロね、めっちゃ速いんですよ。でダイナモめっちゃ遅いんですけど、その分一撃で倒せるんですよね。でカーボンはその分2発必要っていう。で今回異界移動人移動も禁止です。もうこのコロコロでしか移動できないですね。はい。で当然もうサブもスペシャルも禁止なんで、まあ、これでどっちが勝つんかっていう感じですね。でちなみになんですけど、このカーボンの移動スピードなんとダイナモの 1.5 倍ぐらいあります。あーキルされてる。あ、そう、 1.5 倍あるんですよ。で、まあ、だからスピードが速いと、すごく、はい、おーとっとっと、危ない危ない、あー逃げれる逃げれる逃げる、おーと逃げろ逃げろ逃げろ、危ない危ないよ。あ、けど塗ってる塗ってる塗ってる、いいよいいよいいよ。カーボン、カーボンキル取れへんけど結構頑張ってる。で多分ね、カーボンって2発当てなあかんから、キルするのがかなり難しいんちゃうかなと、思うんですけど、こういう縄張りみたいなルールはもうこうやって抜けてね、バンバン塗れるんで、意外とこれカーボン勝ち目あるんちゃうかなっていうところですね。さあ、ちょっとこれ、さあ、ちょっとこの右の、さあ、塗りもいって塗りもいって、さあさあさあ、これはキルズが追いつきたいけど追いつきたい、追いつけないから U ターン。カーボンキル取れてないんで、もうこれ塗るしかないっすね、抜けて。はい、ダイナマ、ダイナマ、これ塗って塗って塗って塗り返しているが、さあ、カーボン抜けているか、どうだ、カーボン抜けているか、さあ、けど、塗ってるぞ、このカミューバニラ味が塗っている、さあ、カメラも空気読んだ、いいぞ、さあ、いやーけどキルされてるなー、いやけどこれ敵陣抜けて塗ってるんで、だいぶでかいっすよ。さあ、これ気づかれんかったらでかいけど、どうやろう、気づいてくるかな。あ、けど結構塗ってるぞ、さあ、結構塗ってる、結構塗ってる、さあ、残り20秒。いや、カーボンにも勝ち目あるよ、これ。さあ、ダイナモも自陣ちょっと塗り返しておきたいっていうところなんやけど、中央がちょっと塗り進められてるぞ。さあ、どうだ、さあ、塗ってる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 。さあ、3、2、1。さあ、どうこれ、中央は結構カーボン取ってるよ。ごめん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 。これ実況でめっちゃ接戦風に言ってたんですよ。もうちょっと持ってました。すいません。さあ、2試合目は矛になるんですけど、まあちょっとあれやな、カーボンに勝ち目があるとすれば、まあ、バーッと先塗っといて、まあ、矛を進めるって感じですね。で矛に関しては、まあ、人移動異界移動大丈夫です。やっても大丈夫で、その代わり矛所は禁止です。でなおかつですね、この矛のバリアってローラーのコロコロで割れないんですよ。なのでこの時は振っていいです。さあ、これスピード生かしてカーボンが割っていった。あ、何、人移動、異界移動してるけど、え。ああ、自ら死を受け入れた。あっと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 、これは？さあ、移動している、移動している、移動している。さあ、人移動しているが、さあ、なんと、矛にダイナモが追いつけた。あーと、後ろが来た。おーと、あ、ああ、カモン、カモン、ああ、カモン。あーと、一撃当たった、一撃当たった。あと、これ止めれるか。おーと、止めた、止めた、おーと、カーボンが2キルしている。さあ、いいぞ。先ほど、ただ、ダイナモがまだ、2人生き残っていて、さあ、持った。あっと、今、保護しようとしてしまった。危ないよ。あーと、これは、来てるが。あーと、これは、ついていける、ついていける、ついていける。おーと、おーと、おーと、おーと。あ、なんだなんだ、あー、ダメだ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 。あー、オールダウン。いやー、ちょっとこれ、あれやな。あー、ちょっとごめん、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 ごめん。ごめん、ごめん、ごめん、ごめん。ちょ、ほんま、申し訳なかったですね。私が悪いと言っても過言ではないです、もう、これは。せやんな、分かってた。もう正直、思いついたよ、思いついたわ。いい、カーボンとダイナモのコロコロ戦わせて思いついたわ。いい、正直もうカーボンの勝ち目ないと思ってた、ごめん。さて、次はガチヤグラーになってるんですけれどもね。いや、ここまでカーボンのコロコロとダイナモのコロコロ、なかなかいい勝負見せてますね。いいですよ。ああー、ダイナモがなんと2人しかいないじゃないですか。本当にもう大変です、これは。これぐらいでちょうどええやろ、多分。それぐらい実力差あったで、今。おっとっとっと、すごい。あ、え？あ、さあ、1対1、1対1。ダイナモとダイナモとカーボンの1対1。あーっと、これ切る。
さあ、なんと4対2でもこれダイナモが矢倉を奪い返して矢倉を前に進めようとしている。なんていうことだ。さあ、これは矢倉を奪い返せるか。さあ、矢倉を奪い返せるのか。果たして、さあ、4人のカーボン戦士。さあ、村上、ああ、ダメだ。ああ、キルシェル、いいぞ。さあ、頑張れ。さあ、3人で村上。おーっと、これやがい。おーっと、あゆち。さあ、いいぞ。さあ、進めろ。今んとこもええ勝負になってる。だいぶ4対2で勝負。さあ、いいぞ。さあ、コロコロ来たら、さあ、コロコロ来てるぞ。さあ、あーっと、これはキルされてるのはカーボン。キルされてるのはカーボン。さあ、2対2。あははは、ダメだ。さあ、おっと、ダイナモンが2デスしている。さあ、これは、いい勝負。カーボンが生き残って、さあ、これはカウントリード見えてきた。さあ、カウントリード。さあ、いいぞ。これ、カーボンチーム。残り時間が半分になろうとしているところで、カウントリードだ。さあ、これ、おっと、これキルしているのはカーボン。おっと、これはデスしたぞ、カーボン。おっと、2キルした。さあ、これはどうだ。さあ、キルできるか。おっと、見てるか。さあ、どうだ。さあ、キルした。上から下へ。こう、大きな内輪を仰ぐように。さあ、キルして、アート、キルして、なんとカーボンが勝利。今日、ただ、さすがにダイナモ2人きつかったかな。ちょっと1人戻してみる。これ、戻して最後、アサリやってみよう。さあ、ラスト。もうカーボンのコロコロ VS ダイナモのコロコロトントン説はもうどっかに行きました。はい、もう最後ね、もう4対3。もうちょっとさすがにこの2人でね、さっきダイナモ負けたんでかわいそうなんで、もうちょっと1人呼び戻して、4対3でアサリやろう。まあけどね、アサリはちょっと集めるスピードやっぱりあのカーボンのが、まあ早いんで、まああとね、やっぱ人数1人多いっていうのもね、結構でかいから、まあちょっとこの辺ええ勝負になるんちゃうかな。わからんけど。あっと、いられてる？あー、けどキルしてるぞ。いい。まあ、80なら全然大丈夫やな。おっとっとっと、危ないよ。あー、キルさん。あ、おい、キルしてる。いいよ。おっと、入れるか。さあ、入れた。いいよ。さあ、追っかけてる。ダイナモが後ろから追っかけてるか。さあ、上からどんどん、あ、それ入れてる。あ、すっごい入れたね、今。あーっと、これは、キルされちまった。今、振らんかった？さあ、なんと、4対3でカーボンがリードしてますね。さあ、入れてるの、カーボン。さあ、この辺やっぱりアサリを集める機動力。まあ、その辺がだいぶこのカーボンにね、有利なんかな。知らんけど。さあ、追い返してる。ダイナモが防衛可能。ねえ。いや、もう冒頭で疲れてるって言ったんやけど、今日ももうちょっと詳しい理由はちょっと割愛しますけど、もうめちゃくちゃ疲れてるんですよ。疲れてて、もう外から帰ってきて今収録してるんですけど、もう本当に皆さん、もう感謝してもらっていいですか、もうちょっと。あー、おーってきる。さあ、いいよ。あーっと、これやいち。さあ、これは2対2。さあ、けど1個アサリを拾って、ガチアサリ入れれそうなのはカーボン。さあ、ダイナモ3人なんですけど、なかなか攻めれへんな。あ、飛んだ。あーっと、これは1。おーっと、ジャンプでかわしたが、それは大丈夫か。さあ、カウント進めているのはダイナモチーム。さあ、どうだ？ダイナモ残る1人って、あーっと、これはインカない。あー、今のは振りで倒してないかな。もうちゃうやん。もう、その企画動向じゃなくて、振りで倒したか倒してないかを観察する回になってるから。もう。さあ、これちょっとやっぱダイナモ3人でもかなり厳しそうやな。さあ、これはカモンで呼んでいるが、さあ飛んでくれるか。どっちが先に入れる。あーっと入れられたぞ。まずい。あーっと、これはキルされた。さあ、どうだ。残り10カウント。さあ、これは3カウントほど進みそうな。あーっと1カウント。さあ、7というところで、かなりダイナモ辛いね、これ。さあ、キルした。さあ、拾って。さあ、拾って。7個。さあ、7個。もう、あかん。もう、疲れて言葉が出ません。おーっと、いいよ。いい集団キルよ。そうしないと、もうキルできないんでね。カーボンはね。さあ、カーボンがガチャンルームで、さあ、逃げてる。さあ、追いつけないぞ、ダイナモ。さあ、ダイナモが来ているが、さあ、これどっちが先に入れる。さあ、スピードのカーボン。スピードのカーボン。カーボンのスピード見せつけてきましたね。いや、これどうなんやろ。もしかしたら4対4でもええ勝負したんかな。いや、やっぱ1人っていうのは結構大きいから、やっぱダイナモの勝ちやった気はするな。まあもうやんないですけど。